インド鉄道ワマイナス1系交流電気機関車は、かつてインド鉄道が所有していた交流電気機関車。インド初の交流電気機関車である。1925年のボンベイ地区の電化以降、独立後も含めたインドの鉄道は直流電化によって行われ、電気機関車についてもそれに合わせた直流機関車の導入が続いた。しかし、 フランスを中心とした電気メーカーによる欧州連合の売り込みにより、1959年以降の電化は交流電化によって行われることとなった。それに伴い、インド発の交流電気機関車として導入されたのがワナム -1 系である。全車とも欧州連合が製造を行い、当時のフランス国鉄の交流電気機関車にも用いられていたイグナイトロン整流機を搭載している。 いくつかの構造については、失敗に終わったものの、以降インド国内で製造される電気機関車の多くは、ワム -1 型を基礎とした設計が行われるようになった。100両が製造されたものの、2015年時点で、全車両が営業運転から引退している。なお、形式名の、ワムは、後期交流価格療養機関車という意味である。ありがとうございます。